世継ぎの翁のわらわなは大学まろ「野の宮の,のおとどの三郎」「厚年の少将の同じ腹の君」「上門の神まで成りたまえりし忠だと,しとぞ聞こえしかし」「その御恩男君針馬の神政文の娘の腹に見所おわせし」 太郎は高遠の君、第二にて云舘いに来。二郎は安平とて、中納言、上門の神まで成りまえりし。その御恩御の子御子語なり、今の右表絵の神、常道の君。また、次重の最小、助平の君。今の皇太后宮の御の大部にてお集める。その ただとしのきみのおんおのこご、おんおうじのおののみやのおとどのみこにしたまいて、さねすけとつけたてまつりたまいて、いみじゅうかなしゅうしたまいき。このおとどのおんなのもんじなり、さねもじは。というほどもあまりざえがりたりや、わらわなはだいがくまろとぞつけたりける。 その君こそ、今の小野の宮の右大臣と申して、いとやんごとなくておわすめり。このおとどの御こなき嘆きを下まいて、我がんおいの助平の最小を養いたもんめり。末に、宮び人をおぼしける腹に、いでおわしたる小野こごは、奉仕にて、 内具良縁の君とてをわす。また、侍ける女房を、召使いたまいけるほどに、おのずから生まれたまえり蹴る女君、かぐや姫とぞ申しける。この母は、よりただの最小の目のとご。北の方は、加山院の女吾、ためひらの式部教の御娘、因そむかせたまいて、 道信の,の中将も化そうしもうしたもうに、この殿、前にたまいにけるを聞きて、中将の聞こえたまいし静かし。嬉しきは、いかばかりかは思うらん。うきは身にしむ心地こそすれ。この女御、殿に侍まいしなり。この女君、千日のう、 行いたも、助家の中納言の上の腹なり、金よりの中納言の北の方にて伏せたまいに来、大方、小、固く、おわしましける造ニアこれも中宮の言の大部の上も、まま子を養いたまえる。この女君を、小野の宮の神殿の品菓貸表に蝶を立てて、 いみじゅうかしづきすえたてまつりたもうんめり。いかなる人かおんむことなりたまわんとすらん。